皆様こんにちは本日はキャリアコンサルティング2級技能士学科試験の対策講座のガイダンスを行わせていただきます私はレック専任講師の小沢光一と申しますよろしくお願いいたします ガイダンスではこの講座がどのような内容のものであるのか皆様のお役に立つのかということを実際のです、ね、講座で使う資料なども交えながらご紹介させていただきたいと思います。本講座はです、ね、こちらの国家資格2級技能士 対応のキャリアコンサルタント合格の取説こちらを使う講座でございますでは初めにですねまずこの講座のご受講いただくに際しまして今日はですね まあ、ガイダンスですけども実際に過去問題などがお手元にあった方が分かりやすいですのでそのご紹介をさせていただきます過去問題他をですねお手元にダウンロードしてからご覧いただきたいと思いますもちろんなく,なくてもですねあのまあ ご理解いただけるように進めてまいりますがあればそのほうがご理解いただけると思いますので第27回のキャリアコンサルティング技能検定の学科試験過去問題そしてキャリアコンサルタントの倫理考量などもございますとよろしいかと思います。本講座はです、ね、過去問題に基づくアプローチを重視しております。 徹底的にですね過去問題をデータで分析しましたキャリアコンサルティング技能士2級は2015年以降の全ての問題13回分問題数にして650国家資格キャリアコンサルタントに関しては2016年の第1回以降全てを分析しておりますので問題数にして1,550問の傾向を見ております。 これですね国家試験に関しましてはまあ実務を進める上で非常に大切だという点が繰り返し問われますので過去問題を分析していくということが非常に重要なことだということとなります次にですね各分野ごとの出題傾向を見てみたいと思いますはい、えー、まず この講座ではですね分野をですね法律、統計、理論その他というふうに分けております。法律や制度運用に関する出題、統計は労働市場に関する調査、統計などからの出題、理論はキャリアコンサルティングの理論や面談技法などからの出題、そしてその他としてキャリアコンサルタントの倫理やアで役割、その他の出題です。これらに分けてみるとですね 過去の出題傾向として国家資格キャリアコンサルタントと二級技能士で法律と統計の問題の数が国家資格キャリアコンサルタントでは8と7で 15, 回あ15問ですね十五問二級技能士は6と6で12問出ておりますこの試験は7割の獲得が必要ですので まあ、15と12両方ともです、ね、これあの無視できない軽視できないようなウエイトになって出ているということも特徴です。で次にです、ね、国家資格キャリアコンサルタントと2級技能士のこのレベル感ですねこれをご説明させていただきたいと思います。 まず出題論点どのようなところが狙われるか出されるかということで国家資格と二級技能士の学科レベルを見てみますまずですねかつてですね公務員に労働契約法が適用されるかというのもが出題されましたこれは国家資格キャリアコンサルタントでは二千十八年の五月その後ですねえ二千十八年の十二月に二級の方で出されております。 ここではです、ね、本試験問題をここにコピーして公表することができませんけどもこの出題のときの文言がほぼ同じでしたちなみにあの公務員に適用されるのは国家公務員法や地方公務員法なんですね労働契約法が適用されるかどうかという論点が出題されています 同じ論点がですね、両者で問われた過去問題は他にもありますしまさにこの例はですね、比較的最近に国家から2級という順で出されていると他にもですね、2021年度の試験を見てみますと例えばですね、防衛規制というのがございますけどこの理解は国家資格では第18回2級では第27回。 キャリアパスポートの論点に関しては国家資格の17、18回2級の第26、27こちらがですね出題をされております。同じ論点が、まあ、繰り返して問われるということが多いのはなぜかというとですね、まあ、試験委員が重要であるということを考えているということを問うからでもございますとおございますが 一つにはですね、この試験の受験者の公平性を担保するためにも、おそらくあのレベル感を極端に変動させづらいということもあるのではないかと思われます。本試験においては、国家資格のキャリアコンサルタントと二級技能士の両方でですね、一部に差はあるものの、一部差はあるものの対策、二級の対策にですね、 国家資格の過去問というのは非常に重要な情報源となるということがデータから見て取れるわけですでは次に合格の取説を用いました過去問のですね二級アプローチについてご説明をさせていただきたいと思います国家試験は出題者が重要と考える論点が繰り返し出題されるということをご説明しました でこの講座はですべ、ね、ての問題を解説はいたしておりません時間を有効に活用できるようにです、ね、受験生の皆様個々人のペースで学習をのペースをつかんでいただけるようにです、ね、伴走コーチのようなスタンスでご説明をさせていただいております。 よく出る論点ですね過去問と照合してよく出る論点や押さえておいていただくポイントを絞ってご説明をしております。まあ、日頃ですねご多忙な社会人の皆様が効率的に勉強していただくために試験に出るところというのを優先して取り上げまして満点を狙うのではなく かといって7割ですとギリギリですから、8割を狙うということを意識しながらコンテンツを制作いたしております。ではまずこの特にですねアプローチにございます合格の取説の4 4ステップの構成というのをご覧いただきたいと思います。 一般に試験対策の問題集というのは試験実施団体が示す出題範囲ごとに編集することが多いのですがキャリアコンサルタントの試験は実際の試験問題を見てみますと類似のの問題とといいうがが分散してるることがあるんですね出題の論点が複数の範囲にまたがって分散して出題されることがありますので同じ仲間に属する論点は集めた方が学習の効率化につながりますということで。 本書ではオリジナルの分類ですね法律統計理論その他という分類を使っておりますそしてそれらをですね4つの分野ごとにそれぞれ4つのステップから作っておりますまずステップ1では過去問題の出題傾向を分析して傾向を捉えステップ2では攻略ポイントとして学習領域ごとに 何を抑えておくのかということを明らかにして限られた時間の中での効率よい学習をまあ道しるべとしていただけるように工夫しておりますでステップ3ではですねじゃあ過去問題品質事項を中心に何がどのように出題されるのか引っ掛けられてしまうような落とし穴はどこにあるのかといったものをテキストにまとめておりますで最後に練習問題を100問ですね 本試験で言えばあ2回分え回分に相当する100問の練習問題を載せておりますその国家資格2級技能士キャリアコンサルタント合格の取説これを用いてですねまあ、受験チャレンジをしていただけるような構成ですでは続きましてですね 実際のコンテンツをご覧いただきながら進めていきたいと思います。実際の問題は直近のですね二級技能士第27回の過去問題、これも参照しながら解説をさせていただきます。ぜひお手元にですね27回の問題をご用意いただければと思います。これからあの使用しておりますスライドは全べて講座で用いているものと同じものです。 ガイダンス用に抜粋して、利用をいたしております。では、最初にですね。法律問題のアプローチです。過去問題二十七回、第二十七回の十八をご覧ください。問十八はですね。懲戒に関する論点です。懲戒に関する論点です。まず、これ、 そうですねえー、お手元にある方はお手元のものをご覧いただきたいんですがどんな問題が出たのかっていうのを簡単に見てみたいいいと思います問いの18懲戒に関する記述のうち正しいものはどれかまず、労働者が職場の外で犯罪行為を犯した時に使用者、えー、会社はです、ね、どんな場合でもいかなる場合でも懲戒処分を行うことはできないのかどうかと問うています。 足の2はです、ね、出勤停止の期間の上限について明示の法規制はないんだけども懲戒自由の程度と比較して不適切に長いと判断される出勤停止については公助良俗違反を理由とする制限がなされることがあるこれちょっとあの実際の文字で読んでいただかないと分かりづらいと思います、えー、がー足のさんを見てみたいと思います。 これはあのわかりやすいと思います。懲戒処分として減給制裁、えー、給料を減らす減給制裁をやって無給になっても労働基準法上は違法とはならないのかどうかが問われてます。えー、次にですね懲戒、えー、失礼しました。えー、次に使用者は企業秩序を定立し維持する権限を本来的に有しているんだと。したがってですね就業規則などに 明記されていない事項についても懲戒処分をまあ労働者に行うことができるんだどうかそれはどうですかっていうような論点が問われておりますえこちら見てみたいと思いますまずですね、えー、職場外の犯罪行為ですね足の位置これはいかなる場合でも懲戒処分は行うことはできないんだろうかということですがこちらはですね、えー、まあ あ会社の評判を重大なレベルで貶としめてしまうようなものと例えばよくないことですけど少額の品の万引きといったものが対比されましてで、えーまあ、あそれぞれですね、あのーまあ、これ最高裁の,あの判例だそうですがあ、まあ、必ずしもですね、えー この足の1に関しましてはいかなる場合でも懲戒処分を行うことができないとまではされていないのですねで、まあこのいかなる場合でもというのが非常にポイントとなってきますで、足の2は適切です足の2は適切これはどんな問題だったかというと出勤停止の期間の上限について明示の法規制はないんだけども 懲戒自由の程度と比較して不適切に長いと判断される出勤停止は控除両属違反を理由とする制限がなされることがあるというのはこれはあの正しい足ですこれちょっとあの先の問題を先に足野さんを先に見てみたいと思います足野さんは言及処分に言及制裁によって無給となっても労働基準法上違法とはならないのかどうかですね これはですねあのまあ減制裁で無給となっていいかどうかっていうのはあのこれよろしくないことがありますし足の四の就業規則に明記されてない自由についても懲戒処分を行うことができるのかどうかっていうことを見るときにはですねまず労働関係の法律は弱い立場の労働者を守ると。 いうことを念頭に読んでいく必要があるという例なんですねで、それどういうふうに読むかなんですけど次のスライドでご説明いたしますまず足の位置不適切ですと職場外の犯罪行為について懲戒処分が有効とされた判例がありますと会社への影響が大きい犯罪といわゆる微罪とで処分の程度が同じなんだろうか 説問にいかなる場合でもというのが記述されているというところはどうなんだろうなっていうことを見るわけですね足の二、足の三、足の二は適切です足の三見てみます懲戒としての言及には制限があります懲戒としての言及には制限が設けられています労働基準法制裁規定の制限で労働者に対して言及の制裁を定める場合においてはその言及は 1>, 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が1賃金支払い期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされていますとつまりいいいいいきななり大幅に減額すするととととううここは認められていないということですねそして足の4、えー、懲戒を行うには就業規則を作り労働者に周知することが必要であるとここでですね あの法律の問題に関しましては、まあ、あ法律というのはあの例外があったりいろんな制限とかがあのそれぞれあったりするものがございますので誰が見ても正誤がわかるようにしなきゃいけないという前提が国家資格ゆえにあるんということなのですねえ実際のケースを考えますとですね、えー、複雑になりすぎます。 実際のケースを考えますと、説問が複雑になりすぎますので、まあ、今のような問題のように、いかなる場合でもといったですね、範囲を限定しなかったり、あるいは範囲を限定するようなワードが含められることで、まあ、この弁護士の先生だったらどうだ、あの弁護士の先生はどうだったっていうような議論がないように作られるわけです。 それが着着目目すすすするワワーードドででね、えー、説問を読むとききにべ例えば実際に過去問を見てデフォルメして作っておりますけども有効求人倍率が何倍を超えるのは東京都のみであるとかですね職業能力開発計画の作成は事業主が必ず行う義務であるとかですね こういった用語が出てくると少し立ち止まって問題を見ておやおやと何か怪しいんじゃないかと見た方が良いというものをこの合格の取説書籍にも解説をいたしております。また出題の前提がですね正しいということを示すことが多い語句としては「合理的な」という言葉ですね。 例えば合理的な通勤経路で怪我した場合には労災と認められるのかどうかとかですね正当な業務命令を拒否した場合には懲戒の対象となることがあるとかですね客観的なとか、まあ、これらは一般的にですねルール通りを示す前提条件であるということが多かったりするわけです。 では続いてですねもう一つあの法改正の論点がございますのでこちらに触れてご紹介をしておきたいと思います障害者雇用の論点ですね障害者雇用の論点で民間企業の障害者雇用率は2.3%であるというものがございます雇用率に関しては 第25回の18問こちらはあの25の18は第25回本試験の問い18そして第18回本試験の問いの25でこのパーセンテージが問われております現在は令和3年3月現在以降ですねこちらは2.3%となっております。 で障害者に関する論点はですね合理的配慮もマークしていきたいというものです合理的配慮に関してご説明いたしますと合格の取説から持ってきてみたいと思います障害者への合理的配慮障害者差別解消法により障害のあるなしに関わらず 皆が共生していく社会づくりが背景にありますと企業規模に関わりなく全ての事業主が対象ですとボランティア活動のグループも含まれているとされていますそして障害者手帳を持っている人だけに限定されませんとじゃあどんな配慮が必要になってくるのかといったところですけども障害者に差別的な扱いを行うことが禁止されますと。 採用賃金,賃金昇進などあらゆる場面が対象です積極的な差別是正の措置として例えば障害者のみを対象とする求人は禁止されませんまた合理的な配慮として障害者を対象に独自の研修を行うことなども禁止されませんその他具体的な措置は障害者と事業の人でよく話し合って決めるとされていますといったことです このようなです、ね、障害者の方への合理的な配慮ですね、それと法定雇用率、こちらについては抑えていただければと思います。特に法定雇用率、昨今変わりましたので、今後、狙われる可能性もあろうかいてら見みたと思います。 統計の問題に関しましては2級技能士と国家資格キャリアコンサルタントでどの問題どの資料から出題されるかというのを見てます2級技能士では能力開発基本調査そして労働統計のいろんな用語ですねなどから出題されてます国家資格の方はもうちょっと顕著でですね2級は比較的平均的に出されているようなんですが国家資格は 労働経済の分析と能力開発基本調査というところからもう圧倒的に出されてるんですね数も非常に圧倒的に出されておりますただ2級においてもですねこの能力開発基本調査といった問題は多く出されておりますこちらのですね2級で能力開発基本調査7問ですね 労働統計の用語、これをどんなものかといいますと品質出展資料に関しては能力開発基本調査は60ページ実はございます労働経済の分析は約300ページありますかなりあの読むのに大変なボリュームですまた日給に関してはですね出展資料を明示しない問いも多いですこれどういうことかといいますとですね、えー 統計の問題、これ国家資格ですので答えが必ず一つに定まるようになっておりますからえ能力開発基本調査においてはこんなふうに書かれているんだっていうような問題の出され方がするんですね。そうするともうその記述があるなしでえ正当かそうでないかがもう1位に決まりますのでえまあそこはあの判断しやすい誰しもが見ても がが定ままるんですすにおいいいてはあ出店資料を明示しもものもございます例えば最近の我が国の労働市場に関する次の記述のうち最も適切なものはどれかといったものが出たりするわけですねでこれはですね非常にあのそういう意味ではあのアプローチしづらいところもございますので対策としては労働市場の傾向をつかんでおくということも有用なわけです。では 能力開発基本調査からの出題例を見てみたいと思います。お手元に第27回本試験の問いの11がございましたらご用意いただけますでしょうか。こちらですね、まず足の1が不適切、足の2も不適切、足の3が適切、それぞれですね、こちらのページに書いております、資料に書いてありますページが、 資料のどこから問題が出題されているかというものですこれを実際に資料を見てみたいと思いますまず足の位置からですね見てみたいと思います皆様はお手元に問いの十一をご置いてご覧ください 問いの1ですね自己啓発の実施方法において自己啓発の実施方法において通信教育の実行を上げる人が最も多いこれ資料にはですねこんなふうに書いてます一番多いのがインターネットイーラーニングですねで通信教育は12345番目です従って足の位置は誤りであることが分かりますこの資料からもあこれ違いますねというのが分かるわけですね 次に足の2です自己啓発を行った理由自己啓発を行った理由として将来の仕事やキャリアアップに備えてを挙げる人が最も多いこれご覧ください将来の仕事やキャリアアップに備えてを挙げる人が最も多いかというとさらに上がいるんですね。えー、さらににに上のの現在の仕事に必要な知識能力を身につけるためというのが上にいます。 これは誤りですと足のさです自己啓発の実施状況を年齢別に見ると年齢階級が高くなるほど受講率が低くなっているというところがありますこれはまあこのように年齢ごとの階級別のものが出ているわけですね それからですね、次に、まあ、見てみどんどん見てみたいと思います。足の4、えー、自己啓発を行う上での問題点として正社,員正社員以外とともに自己啓発の結果が社内で評価されないを挙げる人が最も多いと。これ見てみます。えー、社内で評価されないですね、えー、違いますですよね。 こちら自己啓発を行う上での指摘しましたこっちですね。自己啓発を行う上での問題点として正社員正社員以外ともに自己啓発の結果が社内で評価されないというのは1,2,3,4,5番目ですね。3,4,5,6番目ですかね、えー。になってます。最も多いということはございませんと。 このようにですね、まあ、国家試験ですので、まあ、本試験、一つに政党を定めるために出展というのがございますが、それをです、ねまあ、300ページあったり、数十ページあったりするようなものから読み解いていくというのは、非常に大変なものがあります。 で法律の失礼しました統計の問題に関してはですね、まあ傾向をつかむアプローチというのがございますので、それを合格の取説からご紹介したいと思います。こちら合格の取説にある攻略ポイントという箇所です。統計の問題非常にこれ枚数多いものですから。 常識アプローチとといいいいうのが、ままずあのご提案させてたただきたいと思います。統計の問題を解くヒントの一つは私たちが日常接している新聞やテレビニュースの報道などの一般常識ですと経済労働市場の動向に触れてマクロ的な動きを把握しておけばその時代の動向と違う選択肢を落とす消去法で、えー、足を絞り込むことができますと。 例えば景気が悪くなれば失業者も増えるという当たり前のような感覚をもとにこれはのロジカルに見ていくセンスですね、えー、これどんなものがあるかというとですね一つのこれはまあ国家資格キャリアコンサルタントで出されたある過去問実際の過去問の例です、えー、過去問そのまま挙げられませんのでデフォルメをして示しております こんな問題が出ました令和元年版労働経済の分析厚生労働省より誤っているものはどれかです求人が緩やかに増加し求人倍率は引き続き改善傾向新規求人数について正社員は緩やかな改善傾向パートタイムはおおむね横ばい全ての年齢階級で完全失業率は低下 男性65歳以上除く長期失業者、失業期間1年以上はすべての年齢階級で増加。これですねよく見てみるとですね、これまああの誤っているものはこの足の四なんですけども出典資料はですね長期失業者数はすべての年齢階級で減少って記載してあるんですね増加ではない。でこれはですねこの質問において1から3はですね。 これはすべてですね、労働市場の動向が上昇傾向にあるときの指標の状態なんです、えー。求人倍率が改善しているとか、正社員は緩やかな増加の新規求人があるとかですね。す、え、べ、ー、ての年齢階級で改善失業率は低下している。ところが足のようにだけ逆の動きをしております。えー、このようなですね、えー、まあ,あ動きに気づけばですね。 ななんかおかかおしいなといととうことがあのかるわわるけですただそれを見るためにはその時その時の労働市場の動向というのがどんな状況にあったかというのを見ておくという必要があろうかということであります。で、えー、まあ統計問題に関してはですねあとアプローチとしてですね、えー 用語ですね用語の定義を問う問題が出題されまして、こちらはですね得点源として押さえておきたいというものもございます。どんなものかと申しますと、完全失業率とかですね、あるいは労働力人口とか、 そういったですね統計上の定義統計用語の定義を問う問題これは時代とともに変わりませんのでこれは得点源として抑えることが有効だと思います。それは本試験の対策用の本講座の方で解説をさせていただいております。では理論の問題領域について見てみたいと思います。 理論の傾向です2級と国家資格キャリアコンサルタントの両方を見てみますとですね両方同じ傾向がございまして過去問題を分析してカウントしますとおよそ10名の理論研究者から8割近い出題がされています。 効率よく合格をするためにはよく出る研究者の理論をそれも出題傾向の論点を絞って準備していくということが重要かと思います。過去問の進出の論点はまずトランジション・転機そして発達課題ですねあとまたサビカス・ホールの理論や心理アセスメントツールシステマティックアルプローチなどです。 一つですね例えばここで発達課題で出てきますエリクソンの発達課題を過去問題数えてみますとこんな傾向がございましたエリクソンの発達課題については〇,〇対〇〇というのが品質ですどういうものかというと、えー、例えば青年期では自我同一性対自我同一性拡散ですこれは青年期において達成すべき課題が 独自の存在としての自己イメージを確立するすなわちアイデンティティの確立ですとこれが達成できなくなるとどうなるかというと自分が見えずどうなりたいのかが分からなくなるというアイデンティティの拡散ということに陥りますこの何々対何々というのが過去問題を数えてみますとまさに青年期成人期壮年期老年期この領域からよくによく出ているわけですね したがって、えーまあ、過去問題を見るということは過去重要だと思われることが出てくるわけですからそこでですね、えー、まあ出題者が非常に重要だと考えるところを抑えていくわけです。そのようなです、ねえーまあ、アプローチが時間 を効率よく使うということになるわけですねそしてですねもう一つ特に理論で有用なアプローチをご紹介させていただきますこれはあの研究者と理論の組み合わせというものです組み合わせのキーワードを覚えるわけですね例えばあの設問にですね交流分析はエリスが創始した云々って出ることがあります これ、あの、誤りです。これ、第20回12で出ておりますけども、交流分析は、バーンですね。エリック・バーンが出している、提唱しているものです。他にもですね、国部安高コーヒーカップ方式などというのも出てくるわけです。26回、23回で出てます。そうしますと、この研究者と理論の組み合わせをですね、覚えておくわけです。例えば、あ 例えばですね、ゲシュタルト療法、5番目ですね、こちら、ゲシュタルト療法といえば、パールズ、そして、今ここでの気づき、エンプティーチェアとかですね、えー、そういったあ組み合わせを覚えておくことで、えー、まあ、明らかに誤りだっていう足があの4つの中で1つ2つ見つかればですね、それは非常に、あの、こう、 絞り込んでいく上で正当を絞り込んでいく上でいうような手がかりとなります、えー、合格の取説の中でもこの組み合わせ表をですね、えー、問題の目隠しを回答の目隠しを行うシートなどで、えー、まあ、つけたりもしておりますのでぜひですねこちらはご覧いただきたいと思います 次にですね本編この講座は理論は2つに分けてまして理論の2では心理検査アセスメントツールなども扱ってます心理検査アセスメントツールの特徴ですけどもこの出,出題はですね、えー、まあ結果の検査の結果の見方みたいなことを問われることはあまりなくてですね その検査がどんなものか外形的なところが問われる傾向がございます。外形的ってどんなものかというとですね、例えばあのまあ GATB 厚生労働省編一般職業適性検査でありましたらですね、これはあの十一種類の四肢検査がありますと。 で、えー、同じ図形を探す紙に書く検査計算問題やる検査違いを探す検査ですね日本海溝と日本海側とかですねひまわりひまわり同じ数字の羅列,列でちょっと違うところがある応用問題 A さん時速50キロで走り出して B さんは時速で60キロで10分後に出発して何分後に追いつくかみたいな問題が出されたりあるいはあこの 手腕の指先の器用な器用さの検査ですねこのペグという棒を抜いてひっくり返したりあるいはそのまま差し込む検査などです。これペグボード FD ボードといった名前がこの名前が2級の第25回では出題がされました。 それをもとに、ね、GATB は認知機能、知覚機能、運動機能といったものを見ていくというものです。また、クレペリン検査というのがございます。これは横に並んだ数字を加算していくものなんですね。3と5を足したら8、5と2を足したら7、これ書いていくわけです。2と7で9それを書いていきますと、これがですね、ずっと数字が書いてあって、横に書きます。 最初は調子いいけど途中で疲れるとかですねそう,いうあのそういった作業曲線があ,のあるんですねでこちらですね実際のクレペリン検査の用紙というのはこういったものです非常に横に長いですでこれがですねご覧いただきますと 数字がこのように羅列書いてます。この下にですね自分で足し算をして計算をしていくというものです。これ実際にですねこう現物をですね見てみないとどんな検査かってイメージわかないんですね。したがってですねこのあの本講座においては極力こういうあの現物も共談させていただきながら。 実体的ににかるように心がけをして、えー、制作をししてて制作おりますもちろん、あのー、ご覧いただける部分といただけない部分があるわけですけどもクレペリン検査に関しましては今ご覧いただいたようなものでですね、えー、最初は調子いいけど途中で疲れちゃうとかそこでですね見ていくんです1分ごとに時間を区切ってはい次の行はい次の行っていきます。 で出来上がる作業曲線を見て仕事ぶりや性格を理解するというものです、えーまあ、数字を見てこれは数字で扱うんですけども性格検査なんですねちなみにあの検査としてはですね内田クレペリンというものと KN 式クレペリンというものがございますが まあ、あこの KN の K は雇用問題研究会、えー、雇用問題研究会さんというところがあこれ、えー、作っているものですのでその KN はニューメリカル、えー、数値ですね数値の N です。えー、KN 式クレペリンは質問誌式の検査であるっていうような質問誌っていうのは GATB のようにこうあのー 書いていったりするタイプですね、えー、まあそういった過去問が問われたこともございます特に検査ツールに関してはですね心理テスト検査ツールに関しては原品をですねこれなかなか見ることができないんですね したがって過去問題横で文字列で文字面で問われますけれども実際にイメージを沸かせておくことでアプローチをしやすくするということにも配慮をしております。では他にですね論点解説としましてはですねその他といった ものもございますのでこれも簡単に触れさせていただきたいと思いますその他の論点ではセルフキャリアドックというのがよく出されますこちらセルフキャリアドックの定義は企業がその人材育成ビジョン方針に基づいてキャリアコンサルティングの面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて体系的定型的に従業員の支援を実施して 従業員の主体的なキャリア形成を促進支援する総合的な取り組みであるとでまあ論点でですね職場上司はあの人事部やキャリアコンサルタントと一緒に関わることが求められていたりセルフキャリアロックは労働者の従業員のキャリア意識やモチベーションが高まるということを主たる目的としているなどといったものもございますで過去の論点これは全部整理してみるとですね まずあの、いずれも誤りの論点なんですけど、このセリブキャリアドックの責任者、国家資格やキャリコン技能士の資格を保有することとされてたりですね、人事,人事交換面談と職種別スキル研修を組み合わせて、えー、従業員の企業内キャリア形成を促進支援する取り組みである。人事交換の面談というのはあの、いわゆる査定ですよね、成績評価する面談、ちょっと違いますねとかですね。 あるいはファイナンシャルプランナーや社会保険労務士との連携を優先的な重要課題としているなどなどおやおやっていうようなものがございましてこういった過去狙われたものを整理しておりますまたですね迷いやすい過去問の取材論点というのも整理したりしております経営者は従業員に対するキャリアコンサルティングの機会の確保及び人材育成ビジョン方針の策定と 社内への周知が義務付けられたこれ27回で出ておりますこれ義務付けられたのではなくて努力義務が正しいです。また面談によって得られたキャリア形成上における組織の課題何か面談によって得られたものですね組織の課題を その相談者の個人の守秘義務を担保をした上で人事部門と共有することができるといった論点も出されております。守秘義務は担保されている前提であり、情報共有のルールを整備することが望ましいわけですけども、そういったですね、前提のもとに、まあ、 ああ正しいと言ったこれは正しいのか正しくないのかといったどのように判断をしていくのかということも考えておりますさらにはですね倫理考慮ですねキャリアコンサルタントの倫理考慮に関する論点もいくつか挙げております倫理に関してはですね えー、問題のアプローチとして、えー、自身の任務の範囲を認識することや結論を押し付けないこと誰の利益を考えるのかを考えること多重関係を避けて守秘義務をどのように担保するかこういった切り口ですね、えー、この切り口をもとにですね、えー、倫理考量に照らして正誤を判断するといったことをですね まあ、考えていくというアプローチを解説をいたしております。ちょっと見ていただきますと合格の取説書籍のですねキャリアコンサルタントの倫理のアプローチちょっとご紹介したいと思います。例えばですねキャリアコンンサルタントが 組織と相談者との間にあって板挟みになっちゃうというケースがあるわけですね。今、キャリアコンサルタントは企業組織と契約して業務を行っているわけだとします。その相談内容を報告するように、例えば企業の人事部長さんから言われたときに、自分が報酬をもらっているのは組織からだし、報告することは相談者にとっても悪くはない話だ、なんてこう考えが浮かばないでしょうかということですね。 でこの時のアプローチ方法が、やはり倫理考慮を読んでいくと整理することができます。どんなふうに整理するか。倫理考慮には相談者の了解のもとに進めるということが書いております。どうやるかです。何より相談者の利益が第一であるということを考えることです。次に相談者一人では解決できないあの環境の問題や相談者の利益を損なう問題を 発見した場合には、事実関係をまず明らかにして、相談者の了解を得て、その上で実行に移すということとなります。これですね、倫理考慮をもとに、まあ、判断していくということで、なぜその問題が正しいのか、誤りなのかというのが分かってくるようになります。その… アプローチについても過去問を見ながら倫理公表を横に置きながらどのように見ていくかといったまあ論点についても解説をさせていただいております。以上ですねこの二級技能士の学科試験対策講座の概要をご説明させていただきました。 非常にあの短い時間の中でのご説明でしたので、えーまあ、なかなかあのこう全てを網羅することができませんでしたけれども特に留意して作っておりますのが過去問題の分析です過去問題を丹念に数えてどのような論点が出題されているのか傾向を見た上で慶重、えー、をつけて制作をしております。 ぜひですね、この二級技能士の学科試験の対策講座ウェブを用いて、効率よく本試験に向けてアプローチをしていただき、合格を勝ち取っていただくことができましたら嬉しく思います。皆様の合格を記念いたしております。本日はガイダンスにお付き合いをいただきましてありがとうございました。 では以上をもちましてガイダンスを終了させていただきます。